はい、どうもこんにちは、ルチです。さあ、今回もソルスのサバイバルやっていきましょう。さあ、もう呪いならはね、基本的にいけるという状況にもなったんで、呪い7の4周、もうちょいかな。まあ、いつもね、行かないんでね、1周目以降は。もっと上の世界目指そうかなと。2周目、3周目って最初キャラ解放でやるんですけど、まあ、それ以降はね、まあ、正直どうでもいいかなっていつも思ってるんですけど、まあまあ今回はね大スキル引いて、でアケインは逃げられるけどこっちの方がまとも強いんで、で武器一つ目のがアケインなんですけど、能力値的に二つ目のやつで、まあ変えていけばいいかなと。まあ一つ目の武器のスキルは出ないんですけど、重要じゃないかな。あるいはもうやけどでいいや。リロール、あ、ナイス、アーケンオーブ。来た来た来た。もうここですごい集約されてるよな。前狩りでね、複数持てればいいんですけどね。で、まあね、将来のこと考えていくんでね。アイネマルチ。アーケンオーブを極めて重要です。そして、必要なのは盾だろうと。パラディンなら回復できるんで多少は耐えれますけど、はどうしような。クリティカル率が 15% かな。 15% だね。上げとくか。ちょっとダッシュも悩んだけど、まあ、しなくなるね。そんな、ね、この方に出さないと。そう、ここでちょっとぐるぐるしよう。ヤーケン欲しいね。あ、オッケーオッケー。とりあえず、あんまアーケンじゃないけど。これ、神秘で安くしてね。か、クリティカルにしようか。あ、来た、アーケンシールド。オッケー。いらないの来ました。で、マルチね。防御力下がってるんで、武器の効果ね。そこ上げたいかなと。今リロール使ってもよかったかな。浮き玉安定でしょっていうね。飽きたないです。シールド持続時間だ。これ伸ばしてね、いかないとなと。ヤーケンディスクとか違うかな。バフとかでヤーケンオーブを強くするか。前方タイプのダメージ、アーケンオーブ入ってる。アーケンビームいるかな、多分。アーケンビーム入れる場合は範囲をとにかく上げていけばいいんじゃないかなと。で、火力の高い武器やるとね、アーケンはいいと思うんですよ。そうなるとクリティカルとかになるかなって思うんですが、なかなか。じゃあこれかな。アーケインスパークの方がいいかな。いいよ。一応アーケインオーバー敵の方に向かっていくんで、使い方は間違ってないんですよ。よし、オッケー。まあでもそんなね、めちゃくちゃ飛ばないですけど。呪力の範囲はいらない。これ移動速度上げとこう。移動速度上げることで将来的に火力を上げられるよと。処刑人なんで、これクロマティックあった方がいいですね。これかな。でマルチ、全体のマルチいこう。縦の効力大事ですね。びっくりした、危ねえ。落ちるのがいった。クロマティックか、いや、HP かな。怖いぞと。
縦がずっと出てるわけじゃないんで、そこがちょっと難点。混沌タイプダメージ、あーでも呪力のダメージいいね。縦の強化にもなるね。縦に関しては一応持続時間に何があるかな。マルチですね、大連鎖なんで。うーん、アーケインこれ違うな。マジックミサイルの方がいいかな。じゃあ持続時間いいよ。例えば常時発動だね、それが望ましい。こうしよっか。神秘だし前方だしでマジックミサイルは相性がいいはずよ。速度低下をクロマティックがちょっとそういえば捨てすぎた気するなちょっとやらかしてる気がするけど、まあまあまあ。さあ準備整ったんじゃないですかと。スキラでまだ更新の余地がある。アーケインスパークはちょっと変更してもいいかもしれない。ビームかな。アーケインスパークもこうやってめちゃくちゃ飛んでるんですが、このアーケインの無防備効果は 80%40% で、アーケインスパークの方はいらないかなと。あと前方で固めていった方がいいんじゃないかなって思うと、欲しいのは、ビームね、アーケインビームの方が無防備を無駄に増やさなくていいから強みになるんじゃないかなと。爆発のダメージあんまないか。持続タイプの範囲いいかな。特に向かってくる敵に強くなりたいからね。ラーケインスパーがちょっとその点でも合致しないかなと。ライトビーム、今のうちにちょっとクリティカルとか上げとこう。はいね、これ持続時間も超えてないか。33秒になってるけど。ああ、まあ、行っとこう。伸びすぎじゃない？あとはもうこの効果だね。だから火力、ダメージを上げないといけない。持続時間というよりかは必要なのは、発動時間かな。なくなる前提でね。多少突っ込んでも大丈夫と。でマルチも極めまくってクロマティックに行きたいかな。多滅ちょっと行きますか。ここはあまりにも属性がつかない。これじゃ処刑人の効果が死んじゃうね。で今回これ無防つけてんの体力上げよっかなって思ったんだけど、呪い後半になると考えると体力は減らせないかな。まあね、こっちにしよう。ちょっとバフの効果も考えたけど、これ範囲だな。もっと範囲ですね。範囲が足りない。範囲が一周目のうちにちょっと修正しよう。でバフとにかく立て。300くらいは受けたいね。まあいや言い過ぎ、200くらいさすがにね。レンジャー金オブ 2.4 秒、長い 1.5。 アーケンオブ上げます。アーケンオブメイン、これ確率と。あのくるくる回転マン嫌いなんで、追わせながらね、くるくるできないようにしながらの
で、の、何種目、3種、3種にする4種かな。4種にしようか。まあ、4種っていうのは、最初も含めてですけど、これ、あ、発動頻度がいいか。4周だ、今が1周目なんで、3周戦うよと考えたときに、多分移動速度これ何点ですね。ちょっとね、遅すぎると思う。勝て勝て、勝て割れねえよそんなんじゃ。割れねえ割れねえ。範囲も足んねえ範囲も。ナイスナイスナイス。前方の範囲がいいな。じゃあビームいいね今。めっちゃビーム欲しいね。バニッシュしかないからな。うちの活ボード今。88% 増加。足んない足んない。1000。1000% 増加くらいいかないと。で、結構最初に引いたマルチこれ効いてくるね。はいはい、全体の範囲です。アーケインスパーク、まあ上げてないから全然捨てられるわ簡単に。ダメージだって400でしょ。マーキャブのダメージも低いですけど、これダメージじゃないと。いった、盾がなかったら危なかったぞ。さあくる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 のこの軌道上にくるくる。ああ、もうちょっと離れた方がいいかな。近すぎるとちょっとね当たりきらんわ。追ってくるやつはまだいいのかな。でこれ引き目のポジション取るんで、その点でアーケインスパークはちょっとあんまりなのかなと。アーケインスパーク使うのは敵の真ん中に陣取るようなイメージだと思うんで、どちらかというとちょっと違うかな。やけどで速度低下。やけどは消した気がしますね。マルチかな。あ、これいいわ。ハマってるわ。ハマったね。あの子ハマったわ。ちょっと距離取った方がいいね。近すぎるとね、逆に離れていっちゃうかな。これ雑魚が死にすぎるね。あ、パラディンパラディン。強えこれ。強いけど。フィームが最初の1回以降出ないですね。痛い。もうちょい離れるか。追ってくるの前提で向かわせるよと。結構行くもんね。やっぱこれビーム欲しいな。めっちゃ攻めてくるもんね。ビームがあればめちゃくちゃいいカウンターになるんだけど。そこだね、そこ。ライトビームだと属性違うしな。悩ましいね。神秘でいきたいよと。まあ一旦ライトビームでもいいかな。危ねえ危ねえ。ダメージボーナス。危ねえ。
まあ、なんか食らったけどね。盾何ダメまでするんだろう。いや、ビームないからダメージが蓄積されないんだろうね。思ったより伸びないな。めまい。与えるんじゃないか。いや、まあ、あの、拾わないともうキリがないから、拾いましょう。やけど速度低下、速度低下やけど逆、やけど速度低下か確か。なんかあれが連鎖すれば早いんですけどね。逆にちょっと雑魚出して経験値ゲットできないかな。もうちょっとね、武器欲しい、せめて次行く前に。どうにかならんか。いや、ナイスナイス。あ、いいね、物理のダメージ。あー、まあでも効果増えるんで、全然全然倒したくないよ、あんまり。倒しちゃダメと。今盾割られたね。でも火ダメ食らってる、火ダメ。まあ次行くと回復するんですけどね。まあ終わらしとくか。ちょっと補助では時間的に危ないね。13ピッタダメだもんね。あ、ナイスナイス。さあ、では次行きましょう。